芸術学専攻。この専攻は英語名を Sustainable Contemporary Art Practice and Visual Culture Studies とし、昨年より新しく生まれ変わりました。その名のと示す通り、Sustainable 持続可能な社会や文化のことを考えながら、 Contemporary Art Practice 現代アート制作と、Visual Culture Studies 視覚文化研究理論を合体させた先端的な教育をするところです。欧米の美術大学にはありますが、日本ではあまり見かけないとてもユニークなプログラムです。複雑で、多様な現代社会に置かれた美術に対して問題意識を持ち、領域横断的にアートの制作やプロジェクト企画をしたり、現代批評や理論を日本語と英語で読んで、議論をし、書くことで、視覚文化研究をします。その双方に、取り組めるようにしています。また世界の中にある日本という意識を持って、自分のいる地域から国際社会に貢献する関心と意欲を持つ、人を育てたいと思っています。日本だけでなく、世界で通用する実践力を持ってサバイバルできる美術作家、キュレーター、研究者、教育者、アートマネジメントの専門家などの養成を目指します。専攻の教員も現代アート作家、批評家、視覚文化史研究者などにより構成され、イギリスの美術大学で長年の教育歴があったり、国際美術展への参加や国際市場を的に活躍の場を持ったり、という研究や制作の最先端の知識と広範なネットワークを持っていることが他にない特徴です。また、規模の小さい美大の利点として、そのような第一線に立つ教員から密な指導が受けられます。そしてアジアとのつながりも身近で、歴史も深い北陸の金沢に来て、世界との対話を進めるスケープで、新しいことを一緒に勉強してみませんか。1年次カリキュラムです。芸術学演習では、菊池先生によるグローバル美術理論で国際的な感覚を養います。芸術学概論では、吉田先生によるグループワークの実技指導です。それでは実際に見ていきましょう。1年生の皆さんは、最初にマインドマップと呼ばれる心の中の地図を作ります。自分が一体何になりたいのか見極めていきます。実際の作品を見ていきましょう。最初にご紹介するのは、マスクを作ったグループです。 COVID-19 に沿って19種類の察してほしい場面につけるマスクです。マスクはミシンで作り、シルクスクリーンで印刷して285枚を作成しています。 COVID-19 によって無彩色になった視界を彩色豊かな Vivid-21 へと変化させる、この状況を前向きな視点で捉えるという点を表現しています。次のグループでは、13万語に及ぶ新型コロナウイルス線を作っています。一定の距離を置いて観覧できるようにインスタレーションも工夫されました。考えを深め、形にしていく力、コンセプトと作品の整合性を養います。2年次の芸術学演習2では、吉田先生の授業として企画展示が行われます。デザイン、キュレーション、制作に分かれています。それぞれの進路に応じて専門性を高めていく試みです。デザイン班では、ウェブサイト、冊子の編集、フライヤーなどの作成に取り組みました。企画班です。進行から道具の準備、作家との交渉など、すべてを含みます。会場の設定などは、机上の空論ではいかないところがあります。様々なことを想定し、実際にシミュレーションしながら進行していく難しさを授業の中で学びます。制作班です。コンセプトはマインドマップから起こして、
思いつきに終わらないよう丁寧に進めていきます。芸術学スケープでは、絵画、彫刻などの形式にこだわらず、今の時代に合わせ、自分のアイデアに基づいた様々な表現方法をとって制作を進めることができます。展覧会の最後は合同公表会が開かれます。スケープでは理論の構築もこのようにアグレッシブに行っていきます。3年次での特徴的な授業、お買い物ゼミです。2万5000円という与えられた金額の中で、それぞれが買い物をし、研究テーマを決めます。4年次、卒業研究です。山本先生の音声付き指導録画は、スケープウェブサイトでご覧になれます。今年度からは、制作でも卒業資格を得ることができますので、同じように細かい指導を受けることができます。ハイレベルな人材を育成する環境をスケープは提供します。従来の入試からスケープならではの入試スタイルへ。これから入試の説明を始めます。入試要項の変更は大学公式ホームページに詳細が載っています。入試方式の変更があります。スタンダードなデッサンと小論文の試験から想像力や構成力を問うものへと変更されます。昨年度までデッサン、小論文、面接でしたが、今年度からはデッサンと小論文を組み合わせ、独自な回答を期待する入試問題、面接の重視、ポートフォリオの事前の提出が挙げられます。それではこれから具体的な回答例をお見せしていきます。デッサンに加え、そこから発想した発展内容をデッサン用紙に書き込みます。同時に回答例にはそれらの内容を言語化し、文章で伝わるように記述していきます。ここでは従来のデッサン力に加えて発想力を、小論文試験にあたる知識力、文章構成力を見ていきます。例えば、じょうろが一つ入試に出たとします。従来であればこれをデッサンするだけでよかったのですが、今年からはこのデッサンをしたデッサン用紙の上にこのように発展させたアイデアを書き込みます。例えばこの例でいくと、タグから見た産出国についての搾取にまつわるプロジェクトをアルミから発想して書いているという設定です。もしくはこのように展示の企画を練ってもいいかもしれません。様々なじょうろを現代美術的にインスタレーションする企画をデッサン左横の小さなイラストで書き表し、短い文章を添えてプランしています。またはこのように直接デッサンの上に水滴を書き入れて、水から発想された本についてのプランを書いている、そういう例です。これらのすべて今出した3例は、私の方で今準備したものなのですけれども、デッサンを使って、ご自身の発想力を自由に表現してください。その内容を小論文のように、テキストにまとめてさらに言語化するという入試になります。ポートフォリオについて、説明します。ポートフォリオの内容ですが、A4 ファイル1冊を使用し、10ページ以内、添付の表紙を除く。2、アイデアスケッチ、デッサン、着彩を含む。紙媒体のコラージュ、完成した作品展示。研究のアウトカムの写真を用いて、これまでの自身の活動内容をまとめたポートフォリオを作成してください。活動内容には、美術作品の制作、展示の企画・キュレーション、視覚文化に関する調査などが広く含まれますが、広く芸術に関する創造活動一般を意味します。1ページ目は必ず指定のフォーマットを印刷し、表紙として使用してください。これ以降のページでは、
ここに記述した内容がスケッチや写真を通じて分かるようにポートフォリオを作成すること、それぞれの作品、キュレーション、調査のプロセス、着想、発展、完成がよく分かるような構成を心がけてください。 CD や DVD などの添付は認めていません。以上になります。その他、入試募集人員、アドミッションポリシーなどの重要な変更についてお知らせいたします。大学共通テストの選択科目の選択肢に地理が追加されます。令和5年度のアドミッションポリシーは、以下のように変更されています。複雑、多様な現代社会における芸術に対して、高い関心と問題意識を持つ人、領域横断的な実技政策と論理的思考における視覚文化研究の双方に取り組める人、世界への広い興味と好奇心を持ち、地域より成り立つ国際社会に貢献する意欲のある人。また、今年度は面接・口述試験の時間が長く設けられています。一般入試では従来の日程は1日でしたが、今年度からは日程が2日になります。面接を重視しています。令和5年度の一般入試募集人員の変更をお知らせします。一般入試定員は10人から7人になります。推薦入試定員は5人から3人に変わります。入学定員は15人から10人に変わります。現代美術領域での平面、立体、映像、パフォーマンス、インスタレーションなどの多形式での制作や理論指導、現代美術批評や現代工芸史などの視覚文化研究、芸術学スケープでは少数精鋭の密な教育体制で国際的なプロを要請いたします。スケープオフィシャルウェブサイトです。入試の変更点、細かな教員の情報、まずこのウェブサイトをチェックしてください。長い間ご視聴ありがとうございました。芸術学スケープでした。